皆さんこんにちは、もたいです。あーやってきた。もう終わったと思ってたんですよ、前回のあの3人ね。もう来たとしても、あの前回のあの4キャラの復刻があって終わるって思ってたんですよ。はぁ、あ、うん。もうすっごい正直なところ言うと、闇の鏡だけでも来てくれるとありがたいです。そのスキルの演出がツイステンのガチャの演出をちょっと可愛くした感じになってるんですね。ということはですよ、もう闇の鏡を使ってるといつでもちょっとあのガチャ引いてる気分になれる。あとちょっと可愛くなってる。でもおそらくパーセントは確率は同じよね。あれどこで見んだっけ。あ、そうだ、あのリストちょっと待っててね。パーセントだけ確認したいよ。はい、 8？ ま、この間はね、あの3体で 6% だったから、まあ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 。スクラップじゃん。もうおめでとう。私使うたびに何が起こるかわからないよ。イエイエイ。え、感無量。そう、ディズニーの中だとスクランプ押してるんですよ。今日いい日なんだけど、どうしよう。もうケーキ買って帰ろう、またはクレープ食べて帰ろう。え、もう本来の目的のキャラクターは来ていないけど、なんだろうこの満足感。最後まで笑顔で弾けそう。あとちょっとしかコインないけど。あ、ジーニーはね、持ってなかったはず。そう、使うたびに何が起こるかわからない。さっき見た気がするな。いざ導かん。あ、違う、あの闇の鏡。闇の鏡に導かれし者よ。ああ、嬉しいけど、この言葉はね、あまり SSR がない時のセリフ。私よく知ってる、詳しい。そんなことがこの世の中にあってもいいの。え、本来の目的達成してるじゃん。無事お目当てのキャラクターをお迎えできました。今回はひとまずここで終わりにしようと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。